お疲れ。乾杯。乾杯。元気出た。うん、元気俺が言うのもあれだけど元気になった泣き虫三人衆泣き虫さんでもヨウさん泣いたのちょっとびっくりした俺もびっくりした自分でびっくりしたやめて言わないで絶対バカにしてるでしょしてないしそれからリナディと話すのに、ね、まだあれから全然話してないんだよ本当にでそもそもヨウさんの中でさリナディはどうなんですかありなしこれから、まあ、ありじゃなかったらここまで考えないかな、うん、だし言わなかったでしょ花ちゃんのことにってことはってことは好きだねいいねいいねまあそういうことになるよねでも俺ついこの間花好きって言ってたじゃん、うん、でもリナ好きって言ってんじゃんそんなもんじゃないうんそんなもんだよこいつなんてすごいじゃんもうヨウさんは何がしたいんだろうねどういうこと何がしたい花ちゃんに振られた後の気持ちっていうかさまあすっきりしたとは言ってたけどそれでいいのかなとか気になるそうね、ヨウさんのお母さんになろうかな、うん、恋愛感情から、うん、そのお母さん的目線になっちゃったのってやっぱりね、頼りないなって思っちゃうねヨウさん大丈夫かな一方的に傷つけただけで終わってる、うんうん、から次は俺だよね、うん、俺発信だよね、うん、恋愛全然ダメなんだよ俺もだけど長く続いたことないもんいやそうやって悩めるだけ幸せだよねプラスハウスに僕11ヶ月ぐらいいるんですよ誘われたことあるじゃん女の子に一緒にデート行こうよとかご飯行こうよとか俺はね一回もないから何とも言えないですだからぶっちゃけ俺なんて大輝くんがモテる理由あんまり分かんないリングぐらい言うことあんま面白くないじゃんギャグとかいきなりやるけどだって予算だって身長と顔とあと普通のことゆっくりそれっぽく聞こえるより喋ってないダメでしょ今は